はい、どうもティーチャーです。ということで今回なんですけど今回は結構質問がもう今多分一番ある質問なんですけど、リーンジャンプ打ちについて紹介していこうと思います。通称チャオショットですね。こちらについてやり方を紹介していこうと思います。まあ、なんですけどいつものごとく8スコを探していこうと思います。で、なんで8スコがいるんですかっていう質問をたまにいただくんですけど、まあ8スコの方が当てやすいからですね、単純に言うと。まあ4スコよりははるかに8スコの方が当てやすいです。まあそんなに変わんないと思いますけど、まあちょっと当たりやすいんですよね。わかんないですけど、っていうことで探していこうと思います。ありました。まあ1本でいいかな、とりあえず。まあとりあえず冒頭はいなくていいかな。練習というよりやり方を教えます。まずこの武器を収めた状態に最初してもらって、てかまず早速やり方はまず見せましょうか。ジャンプリーンショットについてこれですね。これがまずやり方です。てかチャオショットですね。これが見て、間違えた。これね、なかなかね操作が難しいんですよね。結構複雑なんで、かなり練習しないといけないんで、早速今からやり方を教えていきますまず武器を収めていただいて、武器を持ちます。ちょっと待って、リロード挟んじゃったけど、ちょっと待ってね。武器を持ちます。で、リーンを押します。できれば左リーンが好ましいです。で、リーンを押します。で、ジャンプします。で、ジャンプしたと同時にスコープを覗きます。で、撃つって感じですね。これを武器を持ったまんまだとできないんで、必ず武器をしまってから取った瞬間にやってください。いや、めっちゃあの子撃ってくるけどこれはね、武器持ったまんまたまにできるんだけど、こんな感じで武器は必ず収めた時から始めてください。こんな感じで。で、これやるのが結構かなり難しいんで、結構練習が必要だと思うんですけど、それは頑張ってください。最初はぎこちなくていいんで、動きは。ちょ待って、死んじゃう、バカやばい、ティーチャーシーボットに殺される。 OK。 で、難しいからね、本当に。これでまず狙うっていうのはかなり難しい。遠距離はね、ちょっと基本的に難しいかもしれない。どちらかというと中距離、近距離ぐらいがおすすめかなと思います。やるにしては。こんなに近くてもなかなか当たらんっていう。こんな感じでやってもらえればいいかなと思います。で、このチャオショットをやるときのコツなんですけど、これのコツなんですけど、このリーンしてジャンプしてスコープを覗くときに、できればジャンプの最高到達点で覗いてもらえれば綺麗なチャオショットになるかなと思います。ちょっと早く覗きすぎちゃうと変な感じになっちゃうと、あの子めっちゃ打ってくるね。どこだかわされたかわされちゃった。 T シャさんね、実質な下手くそなんだよね。まあ、こうやって狙うの嫌いなんだよね。で、最高到達点でやってもらえればいいかなと思います。ちょっと回復を入れるんで待ってください。で、最高到達点でやる理由としては、まあ美しく見えるっていうのがありますね。すごいね、自分も配置がね全部近くてね、すごいなかなかやりづらいんだけど、
ジャンプの最高到達点に到達した時にスコープを覗くのを意識しながらやってもらえると綺麗なチャオショットになると思います。こんな感じで、まあ、打った後のカメラワークまで意識してもらえればさらになお良きだと思います。まあ、こんな感じで下を向くとか、ちょっと他の方向を見てあげるとか、まあ、最初の方は全然そのままその向いた方を向いてればいいと思います。って感じですかね、チャオショットとしては。で、使える場面としてはなんですけど、まあこんなとこで突っ立っててこうやってやるとまあ抜かれますよね的になんで、まあこういう塀とか塀越しとかでこうやってやるんだったら全然いいと思います。まあ団体競技場で麦畑とかあるじゃないですか。それでスタートして豆腐があって塀がここにあるじゃないですか。わかりますかね。あそことかだと結構有効的に使えるかなとは思います。なんでそういうところを使ってやってもらえればいいかなと思います。普通のジャンプ打ちでもいいんですけどね、ちょっとかっこよさをプラスしたいとなるとこれをやってもらえればいいかなと思います。ってことでね、ボットを借りに行きましょう。たくさんこのチャオショットなんですけど、別に武器を先に持たずにリーンを先にしてから武器を持ってもできます。これまあもちろん右リーンでもできるんで、よかったらやってみてください。まあでも基本的には左リーンの方がいいかなと思います。まあなんでかっていうのは、まあなんでですかねなんでですかねって言っても、映えやすいのは左リーンの方が映えるのかなと思います。うん、右リーンだとそんなに変わらないんですよね。なんだちょっとは違うけど。ということでボット探していきます。でさっきのこのちょっと借りに行きましょう。もしかしたら最初は本当にねこんぐらいでもいいかもしれない。距離的に今のチャオショット発動しなかったですけど、発動しなかった理由としては今リーンが押せてなかったっていうのがあるんで、そういうところを毎回気をつけてもらえればしっかりとチャオショができるかなと思います。うん、いましたね正面に。いや、いた、こっちにもいた。で、最初はリーンして外しました盛大に外しました。最初は、あ、やられた。最初は全然止まってでもいいので、止まってからリーンして、あ、これだと遅すぎる。ちょっと待って、リーンして、こんな感じで、立ち止まりながらでいいんで、最初は。やってもらえればいいかなと思います。さあ、あと一人が出てくるんでしょうか。一人いない気がするけどね。頑張っていきます。絶対いないでしょ、これ。いなさそうだもんね。ちょっと遊んどこうか。これまた、勝手に毒ガスでやられそうな気がするな。ないもんね。ちょっとぐるぐるしとこうか。ん、いるじゃん。ラストいました。珍しい。よいしょ。なんで車線を切るんだ君は。絶対意思があるだろ君は。落ちた。じゃあそのさ、ほんとボットちょっともうちょっとなんかね動かなくしてほしいよね。
ということで、今回はチャオショットについて、リーンジャンプ打ちについての紹介でした。また他にもね、いろいろ企画をやっていこうと思いますので、よかったら見てってください。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイチャ。